ルドビート・ライテルは、スロバキアの指揮者、作曲家。ブラティスラバ市立音楽学校で、最初の音楽教育を受け、アレクサンデル・アルブレヒトに指示した。1920年から、ブラティスラバ・スロバキア音楽学校でピアノを振り子、カフェンダに、チェロルドルフ・ルプニークに指示。卒業後の1924年に、ウィーン音楽院に留学して、チェロ、作曲。 四季のさらなる研究を続けた。1929年にブラティスラバに戻って同市立音楽学校で教鞭を取る。この間にブダペストに赴きエルンストフォンド・ホナーニに,に作曲を指示し、1933年にはブダペストのハンガリー放送交響楽団の初代指揮者に就任した。1945年にハンガリー放送交響楽団を退任し、 1946年には、ブラティスラバにおいて、チェコスロバキア放送交響楽団の主席指揮者に就任した。1949年に、スロバキアフィルハーモニー還元楽団の共同設立者に名を連ね、1952年まで、その初代監督を務めるが、1953年から1961年まで、再び音楽監督に返り咲いた。晩年は、 フランツ・シュミットの公共曲全集や、当時は修学賞が未発見のままだった、アレクサンダー・フォン・ゼェムリンスキーの公共曲第1番をデジタル録音している。ありがとうございます。